武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、問題が2パターンあって、まず理学部と医学部、まあ数3まで出る 1A、2B、3 の出題範囲になっている、形ですね。で、大問が4題で時間が120分という形になっております。で、こちらの問題に関してですが、まあ割と基礎標準的な問題が中心になります。まあ、計算がやや、大変なものはありますが、解き方がわからないような複雑な問題というのはほとんど出ておりませんので、基本特に医学部に関してはもう全部ちゃんと完答するつもりで、回答することが求められていると思いましょう。で、問題集のレベルとしては国公立標準問題集キャンパス、がまず、徹底的にやり込むものになるかとは思います。まあ、それに追加して余裕があれば、まあ入試の、革新の標準編などを使って、まあ、同じようなレベルでの、まあ、ちょっと、補強というか、強化をしていくような形でやれるといいかなとは思います。で、出題に関しては、まあ、図示する問題や証明問題も割と多く出ますので、記述力、がかなり試される、問題となります。なので根本的にその部分鍛えておかないとですね、問題は解けるんだけど回答で減点されて点にならないということがないようにですね、こちらの、対策をしっかりしておきましょう。で、出やすい分野に関してはやはり証明や、図示問題が多い以上、そのグラフ関数関連の問題、と、まあ、ベクトルなどの図形問題、そして、まあ、数列など、あたりが品質となっております。で、続いて、ですね、もう一つ、教育学部の問題についてですが、こちらは数学 2B のみの出題という形になっております。 1A、2B ではなく 2B ですね。で、こちらが大問4題で、時間が120分と、ここは同じになっています。で、問題が 2B からの出題という形になりますので、その分ですね、やはりその範囲が、まあ、指数対数が出たりなどですね、結構その、変わった問題が出ることもあります。ただ、まあ、こちらの問題も割とオーソドックスの形式なので、国公立標準問題集キャンパス、など、まあ、その 2B の範囲だけ、しっかりやっておけばとは思います。まあ、不安の場合は 1A も、まあ、出ないとはいえ前提となってたりはしますので、単独では出ないとはいえですね。なので、まあ、不安ならやっておいた方がいいかなというふうには思います。で、まあ、一番ここの問題で怖いのは、結局その解けそうな問題なのに計算ミス、などをして失点した場合にですね、周りが取ってくるのでリカバリーが効きづらいっていう点ですね。なので、取れそうな問題だからこそ確実に落とさずに解き切る、という部分に意識を向けて、練習するように心がけてください。以上が数学の勉強となります。